前回のあらすじ。わからなくてもいいよ。どうせ君はここで、消えるんだから。あれ？腕が、なくなっちゃった。さて、説明していただきましょう。なぜいきなり襲ったのか、そしてあなたは一体何なのか。あへへ。これで終わりだと思ってるのかな？え？復活した？あは、あはは。あはは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 。さ、再生するなんて、そんなの聞いてません。えへへ。だから言ったでしょ？私には勝てないって。何かからくじ、もしくは弱点があるはず、そこを攻撃さえできれば。そうだ、首だ、首を切れば再生できないはずです。首を狙えば再生できないって？教えてくれてありがとう。え？口に出してないはずなのに。これでもう大丈夫。なぜバレた？なぜバレた？って今考えたでしょ？まさか。そう？私は人の心が読める。だから次どんな行動をするのか、何を考えてるか、すべてわかるよ。まずい。このままじゃ。えへへ。うぐ。そんな、後ろから。しょっちゅうって、長ーく、伸ばせるんだよ。覚えておいてね。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。お久しぶりの、霊夢ちゃん、なぞなぞコーナー。問題、てれーん。ドラを鳴らしたら現れる伝説の生き物って、なーんだ。正解は、ドラゴン、でしたー。